うん、弱そうだな。うん、弱そうだな。異様な気配だ。まさかあいつが。とうとう来たね、海洋神。バビディ、この小さい方が魔導士バビディ。ではもう一人の大きな方は。バーブラ、暗黒魔界の王がなぜここに。間抜け面が揃いも揃って。ダーブラ、こいつからは完全体のセル以上の強さを感じる。すみません、トランクスさん、やつまで配下にしていたとは誤算でした。ですが、まだ魔人ブーは復活していないようです。不幸中の幸いです。そうなんだよ、あと少しだけ復活のためのエネルギーが足りなくてさ。でもこれからすぐに集まるはずさ。そんなことさせません。やれやれ、案の定僕の邪魔をするつもりだね。ねえダーブラ、こいつらどうしちゃおうか。そうですな、ブー復活の前座として我が魔力で華々しく散ってもらうというのはいかがですかな。いいねそれ、ド派手にパーンってやっちゃってよ。わかりました。ダーブラと戦ったダメージは魔人ブーの復活に使うエネルギーに変えて蓄えさせてもらうよ。すぐにフルパワーで復活できる量が溜まっちゃいそうだね。ヒヒハハハハ。まずいぞ、下手にダメージを受けては魔人ブーの復活が近づいてしまうようだ。逆に言えば、復活のエネルギーが溜まる前にこいつを倒せば魔人ブーの復活は阻止できる。確かにそうだが。やります、魔人ブー復活を止めるにはそれしかない。ダーブラ相手ではさすがのあなたでも厳しい。ここは私もお手伝いします。か、海王神様であれば私も。キビトは不測の事態に備えて控えていてください。はは、承知いたしました。いいですね、トランクスさん。はい。こいつら勝てると思ってんの？バカな奴らだ。あっという間に消してやる。やっちゃえ、ダーブラ。はっ。すごい威圧感だ。だけど、おじけついたらダメだ。俺が守るんだ。魔界の王か何か知らないが、俺が倒す。威勢の良さだけは褒めてやる。ダブラはバビディより危険です、気をつけて。変えるとはなかなかの強さ。お前を倒したすればやるな。だがこれからが本番だ。このまま押し切る、絶対に勝つ。味を存分に味わう。切り刻んでやる。まだまだ。着をつける。
トランクスさん、剣を離して、石になってしまいます。なんと、ゼットソードが。海王神どもと一緒に死ぬがいい。やったやった、これで魔人ブーが復活だ。復活はさせない、この命に変えても。ダブラ、海王神様、いけない、あなただけは死んではなりません。お、キビトさん、お前もすぐに殺してやるからな、海王神。トランクスさん、あなたはこの世界の最後の希望。あなたがこの世界を救える唯一の希望です。君は人々の平和を守る最後の希望なんだ。平和をお前らなんかに奪われてたまるか！お前ら絶対に許さない！奴の雰囲気が変わった。よくも海王神様を、そしてキビトさんを。全の切れ味を全部にやれば。まずい！切り刻んでやる。まだ。キビトさん！やはりパワーが上がっている。どうなってるんだ、大丈夫なのか。なあ、なってるだろ。問題ありません、そろそろ奴も限界のはず。その隙をつきます。本当だろうな、お前が負けたら計画パーだからな。分かっております、お任せを。このパワーは一体どこから来るのだ。しっかりしろ。おのれ、なんだ、体が動かな。トランクスさん、今のうちにとどめよ。消えてなくなる。世界が平和に。海王神様、そんな海王神様、こうして戦いは終わった。海王神とキビトの尊い命を犠牲に。トランクスの戦いは終わった。
った。地球は平和を取り戻した。二人の人造人間にもセルにもそして魔人ブーにも恐れることのない平和である。人々の間には笑顔があふれ、街は活気にあふれている。人々は知らない、この平和のために命を懸けて戦った戦士がいることを。しかしこれからもトランクスは世界の平和を守るため、そしてそこに生きる人々のため戦い続けるだろう。海王神様、キビトさん、ありがとう。ゴハンさん、俺これからもこの世界の平和を必ず守り続けます。最後に残った希望の戦士として。しっかり街も元通りになったな。